綺麗な赤色の花、彼岸花が咲いています。およそ3ヘクタールの土地に自生していると言われています。こちら15年ほど前までは草木が生い茂っていた場所でした。そしてこちらは竹林の中に風情ある道が続いて、思わず両手を広げて深呼吸したくなるような情景です。しかしこの場所も7年ほど前までは荒れていました。どちらも地元の方々のふるさとに対する思いと活動により素晴らしい景観が復活。そしてそのような思いと活動が評価され、この2つの場所は島根景観賞を受賞しました。令和4年度で30周年を迎えた島根景観賞は、魅力ある島根の景観づくりに貢献している地域の活動、建造物や屋外広告物を表彰してきました。県内の19市町村すべてに受賞した場所があり、受賞を契機に地域の振興につながったところもあります。今回はこれまでの受賞物件の中から景観づくりに積極的に取り組んでいる地域の様子をご紹介します。こんにちは。はい、こんにちは。私が訪れたのは吉賀町倉木にある彼岸花の里です。この日は彼岸花祭り実行委員会のメンバーの方々にお話を伺いました。彼岸花の里は平成30年度に第27回島根景観賞奨励賞を受賞しました。やっぱりこれだけの日の空と草刈りも大変じゃないですか。はい、そうですね、まあ、2月にみんなで話し合いをして、から4月からね草刈りをするんだけど、いっぺんにはできないので、はい、ある部分ほど決めてそこほど毎月やっているんですけど、暑い時期もありますからね。まあ、男性の方は草刈り機で、女性の方は竹ぼうきで生えたり、草刈り機で刈れないところを鎌で刈るとかね。結成当初は5名だったメンバーも現在では14名に増えました。また今では地元の NPO 法人も一緒に活動しています。皆さんはいつ頃からどんなきっかけで活動を始めようと思ったんですか？2007年頃に ここら辺大藪部で、はい、不法投棄がたくさんあって、ゴミをみんなが捨てられるので、それをみんなで片付けたらみんながゴミを捨てなくて済むんじゃないかいうのがきっかけでしたね。私たちがここをきれいにしたおかげで、はい、もうクマもイノシシも減ってきた。イノシシはまあ出ますけど、クマは出なくなりました。へえ、じゃあ不法投棄だけじゃなくてそういった害獣の被害も減ってるんですね。そうです、はい。とにかくたくさんの人にこの彼岸花を見ていただきたいのと、地域のみんなと違う地域の方々が応援してくださって、今こういう風なあれになったんですがね、それありがたいですよね、みんなのおかげです。不法投棄などを何とかしようと始めた活動、その中で育まれた彼岸花の景観は、今では花が咲く時期になると県外からたくさんの人が見に訪れるほどに。お彼岸に近い週末には彼岸花祭りも開かれ、その準備も皆さんの活動の一つ。彼岸花祭りではどんなことをされていらっしゃるんでしょうか？はい、コロナの前は、神楽をやったり、それから歌謡ショーをやったり、それから、まあ、いろんな地元 の, バンドの人とか、まあ、いろんなアーティストが来て、やってましたね。お祭りを楽しんで、彼岸花の眺めも楽しんでっていう方がいっぱいいらっしゃったんですね。食べ物はどんなものが出されてたんですか？まあ、うどん、焼きそばとか、それから、吉賀の里さんの、まあ、栗ご飯とか、まあ、ああいったものですね、お餅とか。島根暮らし応援隊の人が、大南牛の和牛の、串、これをこう焼いてね、やってくれました。で、応援隊の、島根暮らし応援隊の職員の有志がもう10年間ぐらいここへ来て、バンド演奏やってくれたりして応援してくれました。本当に
やる方もこう楽しい祭りでしたね、はい、早くまあコロナがなくなってまたできればと思います、うん、ここがこの道が一番こう多くの人に見に来てもらいたいと地域を挙げて取り組んだ点が評価され受賞した島根景観賞。島根景観賞を受賞されてどのようなお気持ちでしたか？あのみんなで頑張った甲斐があったなとつくづく十何年やってみて感動しました受賞を受けてその後の活動について教えてください。頑張った分だけ、まあ、受賞もそうですけど一番はやっぱり多くのお客さんが見に来てくれて感動してくれることが一番ですんで、やっぱりそれをこう夢に見ながら1年間頑張っていきたいと思います。この木陰でビアガーデンやれへんのと思います改めて今後への活動への思いを教えてください。はい、我々もどんどん年を取りました。ですから若い人にこう守って彼岸花を守っていってほしいなと思います。まあ、そういったことで倉木ではあの KRS という中学生のグループがあって、まあ、その子たちにもあのお祭りを手伝ってもらってますけども、まあ、それをまだ続けていったりから小学生にはまあ絵を描いてもらったりしてますけど、まあ、そういったことを関心持ってもらって、この彼岸花祭りがずっと続いていけばいいなと思います。はい、はい、島根景観賞が始まったのは平成5年。人々が生活に機能性や効率性を求めて開発が進められた時代です。その一方で生活環境にぬくもりや安らぎ、快適性を求める声も上がっていました。島根県は開発の波が他の地域に比べて緩やかで、美しい自然や歴史的な景観がよく残されていました。島根らしい調和が取れて美しい景観を守り育んでいこうとする機運が高まる中で作られたのが島根景観賞です。島根景観賞では県内の魅力ある景観を作り出している活動や建造物などを表彰しています。これまでに表彰された活動や建造物はおよそ300件。皆さんも桜やひまわりが咲き誇る景観やそれを守るために活動している様子を見たことがあるのではないでしょうか。近年の島根景観賞は書類または応募資料による一次審査と現地調査と会議による二次審査によって決まります。現地調査では審査委員が現地に出向いて活動に取り組んでいる方、建築物の設計者などに活動に対する思いや景観づくりのために配慮したことなどを聞き取ります。受賞した物件の所有者や設置者、設計者には知事から表彰状が授与されます。増田市にある大観堂、七曲堂。この地域には江戸時代の山陰道の跡が多く残っていると言われています。こんにちは。こんにちは。ここが七曲堂の入り口になります。これから山を登っていただきまして、最初に竹林の風景、それから石張り施工がされております。それと取り付け堂があって、そこが七曲の一応終点になります。いや、これだけの道をね歩けるようにきれいにするには大変だったんじゃないですか大変な面はこの根っこの処理に一番困りました。それと土の放土がですね、山からの崩れたものがありまして、重機を入れましてとりあえずその歩ける状態にするというのが基本でした。お、竹を切ってらっしゃいますよ。こんにちは。梅ヶ山地域づくりの会の皆さん、崩落した大観堂の一部を5年かけて整備しよみがえらせました。現在も活動を続けています。
この場所を整備されようと思ったきっかけはどういったことだったんでしょうか。地域づくりの会発足時からここの整備はされてたわけなんです。当初は本当にこの竹を倒すだけ、倒したものを棚積みいまして集積してその形を作りたいと、みんなでやろうというのが一つのきっかけとなりました。ここへ自分たちが、地元の人たちが歩くだけでなく遠方からも来てもらえたらなということも一つは希望としてはありましたので、できるだけそれも満たすような形の整備ができたらなということでやっておりました。地区外からも結構お客様来られますか。はい、その来られたお客さんの一言がですね、この竹と向こう行くとまた木の葉っぱやら何かが厚みがあって、これがこのクッションがなんとなく見えんだと、この竹がですね揺られて風で吹いた時のこのせぎ合う音がですね何とも言えないんだという人もありました。いやでも気持ちがいいですね、うん、すごく、あ、これは石畳中か石張りの箇所です。この場所は令和3年度に第29回島根景観賞優秀賞を受賞、訪れる人が楽しめるよう工夫して景観を再生させた点、周りの景観になじみ引き立て合うよう整備された点が注目されました。こちらの石畳もすごく雰囲気があって素敵ですね、はい、一番最初に来た頃は落葉したその葉っぱがですね、はい、この石畳の上に全部覆いかぶさるような状態であんまり見えなかったです、うんうん、それでそのものを全部押し出して自分たちは向こうへ処理したんですけども、その時にこの石畳がこういうところにあるんだちゅう、あるんかねということでね、すごい関心持たれる人が多かったです、うんうん、これが延長が45メーターで、はい、この石張りの趣旨いうのはここら辺が軟弱地盤で、はい、歩くのに難儀だったということで、これは石張りがされとると思います。こちらではイベントも行われてるんですよね、はいはい、ここを利用して先ほど上がってきたところから今もう少し行ったら指導取り付けの部分に出ますので、そこまでのウォーキング、これも数回やっております。結構来客がありました。それでは今後の取り組みについて聞かせてください、はい、現在特別なことは実質考えておりません。現状維持でこの王冠道が保たれるような形で進めていきたいと思います。それは個々に挙げたら数はありますけども、ただ皆さんの協力を今からも仰がねやれませんので、その気持ちだけは持って進めたいと思っております。王冠道を整備することでますます深まっていく地域の人たちの絆。梅ヶ山地域づくりの会の活動は世代や地域も超えた交流につながっていて、今後も期待が高まります。島根県内には地域の人の活動により生み出された景観がたくさんあります。地域の人が思いを込めて作り守られている景観はとても美しく特色があります。その活動をたくさんの人に知ってもらえるよう、島根県としても景観の保全・創造に向けて取り組んでまいります。自分たちが暮らす場所にある景観の大切さに気づいたところから活動が始まった彼岸花の里や王冠道、地域に愛着を持ち取り組んでいる姿や来る人をもてなしたいという気持ちが伺いました。皆さんの身の回りにもこのような素晴らしい取り組みがあるのではないでしょうか。周りの景観と調和するように作られた建物もたくさんあると思います。島根景観賞を通してふるさとの景観の魅力を多くの人が再発見しています。島根景観賞、これからも楽しみですね。